デリゾールは、シリア北東部の都市で、デリゾール県の県と。レールは、アラビア語で、修道院を、ゾールは、川辺の茂みを意味しており、古代に、メソポタミア一帯に多く設置されたキリスト教の修道院がここにも置かれていた。ユーフラテスカは中流域の南岸に位置し、落下より、下流にあたる。デリゾールは、ダマスカスからパルミラを通り、ハサカに至る南北の、 街道と東西に流れるユーフラテス川が交差する位置にある。ジャズイーラ地方の主要都市の一つで空港があり、アレッポとトルコ国境に近いカーミシュリーを結ぶ鉄道が通り、トルコ東部やイラク北部にも近い交通の要所。人口は13万3000人で、シリア第7位の都市。一帯は、豊かな農業地帯で、畜産や穀物栽培、綿花栽培が盛んである。 工業では岩塩採掘のほか、シリア砂漠で、軽質原油が発見されて以来、デリーゾールは、シリアの石油採掘産業の中心になっている。また近郊には、ドゥラエウロポスやマリなどの遺跡や、観光地もあり、川岸には、ホテルやレストランが建つ。デリーゾールの名所は、1930年に、フランス人が作ったユーフラテス川を渡る吊り橋である。 市内中心の3月8日広場デリゾールには県立の博物館と大きなアラブ文化センターがある。新設されたアルイコールフラート大学はデリゾールに農学部、理学部、人文学部、教育学部、法学部、石油科学工学部、薬学部を置き他の学部が郊外に広がる。また専門学校や技術学校なども立地する。二千十四年に爆破された アルメニア人虐殺を記念する、教会デリゾールは、ドゥラエウロポスの都市一石から北西 85km、マリ王国の遺跡から北西 120km の位置にあり、これらユーフラテス川沿いの遺跡からは上流にある。マリは、シュメールやアムル人の時代に栄えた、都市国家であり、ドゥラエウロポスは、セレウコスワサから、ローマ帝国にかけての時代に、 ペルシャやインドとの交易で栄えた都市であった。この地域は3世紀後半、パルミラ帝国の女王ゼノビアによって征服され、その王国の一部となっていた。またサーサーアン・アサなどによる征服や争奪で荒廃し、モンゴル帝国による中東侵略で完全に滅び去った。近代に入り、オスマン帝国は1857年にバグダード州から、 ゾール県を分離し、1867年にデリーゾールの町を建設した。1915年には、オスマン帝国の内務大臣タラートパシャラが、ロシア帝国国境に近い東部アナトリアの膨大な数のアルメニア人住民を南のシリア方面に追放する決定を下し、砂漠をデリーゾールへと向かう死の行進の途中に多数が死んだと、される。 これを記念し1990年にはアルメニア人犠牲者の記念碑がデリーゾールに建立された。第一次世界大戦後オスマン帝国が崩壊すると1921年にフランスがデリーゾールを占領して大きな駐屯地を置いた。1941年4月イラク王国の数ージ国寄りのイラククーデター政権ができたが5月にはイギリス軍が イラク戦役で制圧し、6月からシリアやレバノンのビシイ政権側フランス軍の制圧を開始し、デリゾールは両軍の戦場となった。以後は自由フランスがこの地を管理していたが、1946年に独立国シリアのデリゾール県となった。2011年以降のシリア内戦では、アサド政権とシリア北東部で勢力を拡大したアイソルとの間で、 デリーゾールをめぐる攻防が繰り返された。2017年9月5日には、シリア政府軍が、デリーゾールの西側からアイソルの包囲網を破りしないに、侵攻したほか、同月9日には、シリア民主軍が、デリーゾールに進軍を始め、アイソルの封じ込めが本格化した。同年11月3日、シリア国営放送は、シリア政府軍が市内を完全制圧したと発表した。 ありがとうございます。